どうもこんにちは、たまチャンネルです。それでは本日は、早期アクセス開始後、3日で圧倒的好評1万5000件を超えている、ちょっとセクシーなパズルアドベンチャーゲーム、ミラー2プロジェクト X を遊んでみましょう。こちら前作は成人向けタイトルだったようですが、今作2作目は、今のところ全年齢対応になっています。なぜこんなに評価が良いのか見てみましたが、まず定価が200円で、現在割引中で123円という値段なのに 3D の女の子のクオリティが高いという点と、あとは今後の期待値にあるようですね。まあストーリーは SCP 的な超常現象を管理して人類を守るという内容のようで、早期アクセス版のため攻略できる女の子は現在まで2人で、でシナリオもまだ1つだけであり、パズルを解きながら話を進め、だいたい1時間もあればクリアできるそうです。で、話がね、なかなか気になる展開とのことですね。まあ、今後成人向けになるのか、あるいは現在の圧倒的好評を受けて、現状ね、進化させていくのか、気になるところではありますが。じゃ、というわけで、早速ゲームスタート。まずは、リア、一部サキュバス。異次元の少女？出どころ、目的の一切が不明。この人物も、なんかその超常現象に、関わってるんですかね。あ、これはもう 3D モデルですが、うん。今のところかなり本当は成功ですね。ちょっとあんまり後ろから見ると危険かもしれませんが。じゃ行ってみましょう。彼女の物語。お。あ、日本語性。3つありますね。新たな出会い。続きからフローチャート。ちなみにレビューによりますと、フローチャートをね、全部埋めても、エッチな画像は出てきませんよと。そういう話ですね。じゃ行ってみようか。さあ、施設内で防護スーツですかね。監視カメラ完備してる。あ、これがもう一人の女の人でしょうね。攻略できる。あれ、この主人公ももしかしてやっぱり隔離されてんのかな、ていうか監視されてる、監視対象だったのか。あれ、今、主人公喋りましたね。直接話してみよう。人格化の進んだ答え。ああ、主人公声好きなんだ。まずは研究の準備をした方がいいんじゃない。まあこれはね、賛否両論あるでしょうね。主要オブジェクトとの接触は死に至る可能性があります。主要オブジェクトと接触してはならないと。死ぬかもしれない。こんにちは。あ、しかし主人公、ことがあるんだけど協力してもらえるかな。普通に話しかけたらいきなりなんだ、魅了されてしまった。さあ何かな。ここは準備室です。ここで対戦の準備をしましょう。ああ、ここでこのサキバスと対戦するんだ。宝石のスキルを選択できる。ゲームが進みつれて新しいスキルが暗録される。アイテムは最大4つまで装備できる。それによってゲームが有利にね、運べるんでしょうね。始まった。まだ私の番か。さあどうしようかな。はじめじっくりやりましょうか。T字。これくるよ、T字。ほら、やった !T字成功。あれ、相手のターンじゃないの。連続してできますね。失敗したら変わるとか、そういう話かな。今のはなんだ？スキルかな。どうだろうね。これ4つですね。これは、2つ消せるぞ。どんどんダメージ与えるが、なんだ何してきた？相手の妨害ですかね。これ二つ消し。お、連鎖だ。これは5個だ。いけるぞ。おぉ !5 個消したことで、なんか現れましたね。右クリック。よし、スキル発動。あれ、あんまり、効果なかった。どうしてよかったんだ。さあ、こちらで二つ消し。また、邪魔だ。さらにスキル4つ消し。連鎖がすごいぞ。おぉ超連鎖。これが敵のライフか？これなんだ？魅了。まあいいや。早々にクリアしよう。回復アイテムは？これか。使ってみた。うん、ちょっと回復しましたね。さらにこれで、二つになりましたね。お、いっぱい消えたよ。ちょっと使ってみますか、じゃあ。おら！おー！あ、決まった！
これクリアじゃないの？どうだ？やった。北条ね、それでも男なの？見事攻略しましたね。しかし、ランク A か。S まであるっぽいけどね。さあどうなるんだ？今のは何かな？あ、まだ会話は継続してますね。教えてくれないかな？大丈夫なら、接触を続けて。どうかした？監視カメラ見てるようだが。大丈夫。まだ知り合ったばかりだもん。この女の人はやっぱりサキバスだから、格好がちょっといやらしいんでしょうね。とはいえ、さっきの緑色の髪の人、その人も大概な格好してましたけどね。4回目の接触。ごめんなさい。この男性の精神に影響は大抵 SCP に出てくるね。こういう超常現象的なものは、ここまで人間的なものはあまりないでしょうね。変なものだったりしますからね。その何でもなさそうなものが、もう人間をね、大量に殺してしまうみたいな、そんな内容だったりしますよね。そういう意味じゃないよ。ごめんなさい。もう休みたいの。今のは何？超能力だ。最近物を動かせることに気づいたな。なんか声が変わってない？みたいな感じかな。気のせいか。どのくらい重たいものまで動かせるのかな。ナオト君、そんなに驚かないでよ。仲良くなると驚くに決まってるよ。声のトーンも変わるの。収容クラスにも影響する可能性がある。そう、収容クラスというのがあって、インチキレベルよ。危険度によってね、分けられてますよね。でも一番危険度が高いのはもう地球が滅びるみたいな、そんくらいやばいのがあるんでしょうね。ストーリーは一つという話でしたが、女の子は二人攻略できる。この人はどうやって攻略するんでしょうね。リアは随分信頼してくれるようになったよ。それならよかったわ。信頼を得てるようですが、そんな信頼などね、一瞬でなくなるような、そんくらい謎の生命体ですからね。多分プロジェクトがいくつかあって、面倒だけど大丈夫よ、気にしないで。さあ選択肢、リタを助けるか、サキバスの研究に専念する。この人はリタ、はじめはサキバス、そちらに専念しよう。さらに宝石か。よし、どんどん消していこう。またよし、使っていくぞ。いい子だった。クリアかな。向上ね。今度の評価は、でも男なの。ここのセリフは相変わらず良くないけど、エースが取れましたね。アイテム、コレクション。あ、これはまさに、SCP 的なね、解説ファイルですね。黒塗りされたり、データ削除されていてね、読めない部分があります。で、これにしっかり読むと、すごい面白い内容になってると思いますが、ちょっと読んでみましょうかね。このサキバスは、人為的な管理が不可能。で、このサキバスに接触した男性職員は、いずれも定期的に審査を受け、随時、何々する、データ削除で読めない。どうなってしまうんだ？処分かな？で、まだ主人公生きてますからね。これはそうか。容姿がサキバスに似てるから、サキバスと言われてるんだ。だからやっぱり何であるかわからないんですね。こっちは、傷害事件レポート。何をしたんだ？秘密保持レベル。極秘。強化ガラスの窓が割れて、開花の窓の真下にいる、諜報員の遺体が発見された。この諜報員は、サキバスの超能力の影響を受けて、錯乱状態になった。それで自殺したと。で、その死んだ職員は、レポートを書いていたようですね。ある日、どこかの収容施設において、人為的な破壊行為により、エネルギーシールドが失効した。それは誰がやったのかわかんないのかな？で、その時に、サキバス、こいつが、外に出たんですかね。そしてそこにいる男性研究者、全員に、異なる程度の心理的影響と、破壊効果をもたらした。それを食らった人たちは白塗りで読めない。すべて文字化けのため集落された。で、そのエネルギーシールドは、あ、書いてありません、ね、なんで破壊されたか。物理学の聖剣バール、まあ、他の収容オブジェクト、それによって破壊されたと。そのバールは他の諜報員、それによって使われたようですね。まあ、とりあえずそのバールが使われたというのがね、今後このストーリーに、ね、かかってきそうですね。で、どさくさに紛れてこのサキバスは、なんかいたずらでもしたんですかね。しかし人は死んでると。お。
神宮寺直人？主人公かな。臨時権限を申請します。ソロモン王の審判と心臓の使用許可。なんか二つのものを使わせてくれと言ってますね。これも収容オブジェクトかな。万が一のために。やたら胸のアップが多いな。何か懸念があるんでしょうね。審査の前倒しだけじゃなくて研究も急ぐように。このサキュバスに接触した人物はね、審査を受けると言ってましたが、それのことですかね。今彼女のことが頭に浮かんでいるかしら。これはどっちを選んでも同じ感じかな。最近頻繁に交流してるから頭に浮かぶのは自然なことだ。サキュバスとのコミュニケーションはかなり順調と言える？順調だ。サキュバスがあなたに友好的に接する理由は何だと思う？うん、私に対してなぜか友好的だと。研究員であるあなたには特別な何かがあるのかしら。他の職員はみんなね、魅了されましたからね。まあ、こっちがよくある回答だね。こっちにするか。時間をかければ誰でも同じ成果を出せるはずだと。みんな恐れていたんだ。異常なしね。お、審査終わって異常なしだと。51よ。ギリギリじゃないか。その銃は。銃。ソロモン王の審判？理事会は僕のことを。普通に持ち出せるんだ。こんな感じで。万が一のためよ。深刻にならないで。ソロモン王の審判は。あれ。悪魔に関するものに対して引き金。主人公を使えるの？殺傷能力を発揮する。自分でやってみれば理事会も安心するかな。この銃は悪魔に関するものに対して殺傷能力を発揮すると。それ以外は何も威力がないんですかね。自分に向けて撃つ。よし、やってやろうぜ。ふい。ああ。ああ。自分が乗っ取られてなければね、無傷で済むんですね。無事なんですね。どうなったんだ？あれ？結末その2クリア。え？どうなっちゃったの？死んじゃったのこれ。ちょっと待ってくれよ。どういうことだよ。結局乗っ取られていたのか。私はすでに。フローチャート。うん。私は右に行ったようだね。研究の進捗に理事会の懸念、疑い、自己証明、しかし死んでしまった。こっちルートもあるようだけど。これはどうすればいいんだ？でもどっちに行ってもね、結果は一緒ですよね。ここでさっきの審査に失敗していたら、このエンディングがあったんだろうね。じゃあ自己証明しなきゃいいのか。ここからできるのかな。あ、できるっぽいね。やってみよう。やめておこう。万が一。万が一の時は。ああ。万が一の時は、この人を殺してくれると。まだ人間らしいもんね。ありがとう。ナオト、やっぱり研究は中断しましょう。誰かに引き継いでもらうから。あ、一応私は被験体になってんだな。そうか。と心を開いてくれそうなんだ。もう一度収容室に入って、うまく説明して、1-12に勘ぐられないように。勘ぐられないように？あなたは何も考えずに休んで。わかった。リタと、あのサキバスが、リアか。ちょっと名前が被っていて。彼女と息抜きしよう。ちょっと、まあ、パズルやるってことでしょうけどね。まずはこっちだよね。また勝負かな？タイミングよく左クリック、もしくは右クリックしてハートを獲得しましょう。どうすんの？タイミング？ん？胸？違うね。まずこれかな。視力検査。リアの視力は 2.0 あるの？視力は 2.0。 プログレス L。 え、いいの？あ、こんなんでいいの？お、あれ、バット？え、どういうこと？タイミング？ああ、タイミングね。どの時がタイミングなの？パーフェクト？ほい。あれ？禁止だと思ってるの？ちょっと R わかんないな。R 押しちゃいけないのかな？いや、R だね。ほっ。え？これわかんない、これ。舐めないで。まずい。失敗してしまいそうだ。いつなんだ、タイミングは。ああ、プログレスが。せや、これにするか。
それだけ？じゃあやるわよ。おっと、変な。台乗ってるぞ。これは身体能力が測ってるだけですから。問題ありませんよ。ほほ。お、今回馬がいったな。ああ。うん、今回透明の表示ありませんね。はじめの透明表示何だったんだ？ああ、なんか変な字、ハートが。ああ、危なかった。見えそうで、見えません。絶妙です。ああ。今回うまくいきましたね。次は、知能検査。このアンケート作ったのはどこのバカよ。次は、どうなるんだ？L。ふふーん。どうだ、クリアか？さすがトップの研究員ね。いや、尊敬。何その、踊りは。あ、エースだ、よかった。さらにコレクション。二つありますね。まずはこのサキバスに関して、抜粋？初めての接触で、性的魅力をね、示されたと。その効果は個人差があって、様々であると。今のとここのサキバスは人類に対し、主観的な悪意は持ってないように見える。まあ、まだわかりませんね。まあ、中にはそういうね、オブジェクトによっては、害だけではなくてね、良い効果をもたらすもの、そういったものはありますからね。まあ、先ほどの銃みたいな感じかな。主人公の日記、なんか書かれてますかね。今のとこ何も起きないと。みんな過剰に恐れてるんだと。この主人公死にぞ。しかし審査が厳しくて、研究資格を失ってしまった。あ、もう審査落ちか。さっきの銃のことでね。僕は正しかった。僕の研究方針に従ってさえいれば、何も起こりはしない。僕の考え通りにすれば。問題は、僕の考えは、本当に僕自身の考えなのだろうか。魅了されてるかもしれないと。ナオト君、体調でも悪いの？そう、気遣ってもらってますね。任務で外に出ることになったんだ。今後は違う人が引き継ぐ。他の誰かが僕の仕事を引き継ぐと思う。もう会えないの？リア、僕が決められることじゃないんだ。それじゃあもう行くよ。さあ主人公、あらーっと外の様子がおかしいぞ。まずは落ち着かせてくれと。何かが氾濫したんですかね。心臓、なんだなんだ。ナオト、ナオトは友達。お、私なら助けてあげられる。助けてくれる。大抵 SCP のゲームはね、何かの収容オブジェクトが脱出してからが始まりますね。このように。で、全てが混沌になる。お。お、すごいぞ。サキバス。心臓を抑えた。リア、ありがとう。でも、君は。うん。一体何なんだ。そうでしょ？あ。いやよ。お、まだ魅了か？サキバスの過去。しかし、すでに、リア力尽きそうだと。今ので力を使い果たしたんですかね。スキル、なんか設定できる？まだこれはちょっとわかりませんね。どうすればよいかは。まあ、普通に行きますか。よし、勝負だ。負けないぞ。4ゲージだ。おぉ、近いぞ。ああ、なんだこりゃ。まずまずい。ああ、危ない。死ぬそうだ。やばい。強い、ここに来て。うわあ、死んだー。ああ、負けてしまった。ああ。完全に虜だ。ゲームオーバー。最終戦だ。ショップで買える。これを買うことで、レベルが上がる。なるほど。あと80、もらったな、こりゃ。いっけー。やっただわランクは A か。さらにコレクション。インシデントレポート。心臓による暴動について。報告者リタ。あれ？リタの名前も白塗りされてますね。リタ自身も謎なのか？どうなんだ？
そうだな、リタに対して心臓を渡したはずですけどね。なぜか暴走してしまった？奇妙な声が聞こえて、システム全体が麻痺したと。そしてレベル5の警報が発令された。12名の隊員が向かって鎮圧したと書いてありますね。しかし先ほどはね、この人によって静まりましたけどね、心臓は。どういうことだ？ごめん。ああ。リアが弱っている。このままここにいたらどうなるか、本当にわからないの？いや、妙な動きをしない限り、ここは安全だよ。あなたって本当にバカね。なんだと？終わったわ。あ、いますね、普通に。責任を追及しない？なぜ？あんなに死んだのに。サキバスに影響されてるんじゃないかと。内緒で心臓使った？あなたには内緒で心臓を使ったの。心臓はずっと安定していた。どうして急に。心臓の効果は何なんだ？次元の頂上が関係しているのかも。次元の頂上？あらら、いっぱいいるよ、キャラクターが。理事会はとっくにそのこれが今後攻略できるキャラクターたちですか。全部 3D で動くの？それじゃリアは。彼女もその一人よ。彼女もその一人。現在捕獲されている。唯一の異次元生命体。そうだったのか。ナオト、もう一度収容室に入ってサキバスの移送を手伝ってほしいの。さらにサキバスの移送を手伝うと。どういう意味だ。どこに運ぶんだ。本部に着いたらサキバスを解剖する。どうして。リアは僕たちに敵意を向けたことはないだろう。早期に詳細を調べられれば、より人類の自衛能力を高められる。人類の自衛能力を高めるためにと。むやみに解剖したりして、何かあったらどうする。ナオト、これは全人類の安全のためなの。従って。わかった。お、わかった。素直にわかっちゃったね。あれ、パズルで勝負かな。ここでもね。はじめは5つだ。さあ、たっぷり連鎖。ダブルゲシ。頑張って。応援されてんだけど。使うか。ドーン。すごいわ。なんだ？変な S が入ったよ。独自の。エネルギー出力でダメージ食らった。もう記録したわ。よし、倒した。やっただー。さすがは私のエースね。なんでウィンクしてくんだ。演出合ってないぞ、ストーリーが。さらにコレクション。サキバス解剖計画書。責任者、主人公になってますね、責任者が。概要、夜明けまでにサキバスの破壊を完了すること。そのサキバスはいかなる薬理学的及び非薬理学的麻酔の影響を受けない。なので違うオブジェクトのもとに誘導するのかな。それっぽいな。しかし注意事項として、何かを使って破壊実験を行うと取り返しがつかなくなると。じゃあ進めてみようか。どこかに送られるの？あら、どうなったんだ主人公。いや、結局従うのか。一緒に行くんだよ。もっと。嘘よ。嘘が見抜かれている。ごめんリア、僕には何もできないんだ。あれ、何この写真は。リアを逃がすか、リタを説得する。よし、逃がそう。逃げろ。何なんだこの写真は。本当にリア、逃げるんだ。よし、逃げるぞ。逃げるんだリア。僕が後悔しないうちに。後悔した方がいいわ。ああ、あなたは保護なの？悪魔を保護してどうするのよ。リアが本当に悪魔なら、人間と悪魔は必ずしも敵同士ではないと。そうだ、彼女に伝えたい。人類の敵になる覚悟ができているなら死になさい。ああ、ああ、撃たれた。おお。ああ、心配しないで。ありがとう。ナオト君、大丈夫だから。あなたは大丈夫。ナオト君、あら、試してみ
どうか飛びましたね、幸せなシーンに。いや、魔界に来て3ヶ月で。魔界に来て3ヶ月。本当に魔界があったのか。まあ暫定的に魔界と呼んでるのかもしれませんが。今度は主人公側が研究されてんの？私の戦利品だから、もちろん私のものになるわ。どう？この顔のおかげで魔界に仲間入りできるのよ。じゃあ、これからは何て呼べばいいのかな。リア？アニーから。女王様と呼びなさい。ああ、結末園さんクリア。これがハッピーエンドかな。まあそんな感じがしますけどね。あ、エンディング、ちょっと見ましょうか。これ日本語で歌ってますけど、他の言語の場合歌詞は変わるのかな。もしくはこの声優さんが歌ってんのかな。声優さんごとにね、歌が用意されてるかもしれない。君と君と僕の物語。君、一人は今の主人公で、もう一人はプレイヤーのことですかね。ああ、やっただ。もう一人の攻略は？二人いるという話ですが、とりあえずフローチャート。もう一人やっぱりこのリタかな？だと思いますが。ああ、これあれか。右側が多分リアか。で、左の選択肢取らないと、そのリタがね、攻略できないのかもしれない。一応最後の選択肢。こちらもう一つね、選んでみましょうか。では次は。説得を試みる。これだ。リタ、僕たち、どうしてこうなっちゃったんだろうな。どういう関係なんだ。リタ、僕は、言いたいことは分かってる。でも、言わない方がいいわ。僕たちは、僕、もういい、危険すぎるわ。自分のエスチを知ってる、ロクよ、死にたいの。もう主人公はかなり、やばい状況のようだね。おっと、前線から、前線から離れましょう。人生をよりよく過ごすことだけを考えて。サキバスの移送や次元の侵食のことなんて理事会に任せればいいわ。私のためだと思って。ああ、すごい寄ってくる。お、どうなった？もうその後かな。お、なんだ、警告。え？リア、私たちにはもう関係ないこと。一緒に逃げましょうと言ってますが、やっぱりリーダーが脱出したから今警報が鳴ったんじゃないの？あれ？ああ、なんだ？いや、待て、どういうことだ？え？結論その4、クリア。魅了されていたのか？ああ、歌が変わった。なんだ、わかんないぞこれは。このリーダーはいたのか本当に。やっぱ名前が似てるから同一人物だったのか。いや、わからんね。うん、ちゃんとね、一人一人歌は用意されてますね。じゃあルートはいくつかありますが、こちらのエンディング、このバッドエンドかな。ちょっと見てみようか。まずは審査に、そうか、失敗することだ。こちらだ。超常現象を研究する中で、自身にも超自然的能力が身につくことを想像して。新しい選択肢が出てきた。することはあるかしら。ああ、主人公の様子が危ない。あらら。あなたが人間かそうでないのかを知りたがっているわ。ああ。あなたを疑っている。これまでと変わらず。なんだ。研究所の使命に対して確固たる思いがあるかしら。
あなたを利用されている。人類を守るというあなたの夢を利用して、彼らは人類から搾取しようとしている。あなたは私は騙されてんのか。我が一族がお前のために悪魔の席を用意。悪魔の席。陣地の外にははるかに偉大な存在があるのだ。お使いいたします。ああ、完全に連れ去られた。結末その1クリア。これはバッドエンドですね。で、本日はここまでですね。今回はちょっとセクシーなパズルアドベンチャーゲームミラー2プロジェクト X を遊んでみましたが、まあ、かなりねサクッと遊びましたね。最後の一応のグッドエンドで魔界に行くときが一瞬だったので、まあ、もう少しね何か演出的なものが欲しかったかなというくらい物足りないです。で、 3D のアニメ調の女の子たちは確かにかなり成功にできてますね。で、どちらが好みかですが、まあ、体のバランス的にはね緑髪の人の方が良いかな。胸元を開けてるハゲがね何かとセクシーでしたね。で、今後のストーリーは6章まで追加されるとのことですが、この続きがあるのか、まあ、もしくは攻略できる女の子が全部で6人いるから、まあ、それで6章なのか気になるとこですが、まあ、結構今回はね短かったので、この先が続くのであれば、まあ、そちらを希望したいですかね。ただ値段的にそんなことはなさそうな感じもしますね。まあ、もしくは有料の DLC で拡張ストーリーが売られるのかもしれませんね。で、ストーリー以外としてはキャラクターの着替えや、あとローグライク風チャレンジモードも予定してるとのことなので、まあ、どういう内容になるでしょうね。まあ、何かとね楽しませていただきましたが、こちら気になる方はとてもお安いのでぜひ購入して遊んでみてください。それではまた別の動画でお会いしましょう。